包装された食品食品産業は食料品の供給に関係する産業の総称であり、食料品の流通業や加工業、外食産業などを含む、農畜産物や水産物、林産物を加工して、パンや菓子、乳酸品、ビール、ジュース、調味料や冷凍食品などの食料品を生産する、醸造業、乳製品工業、缶詰工業など、 日本において食品産業は農林水産業といわば車の両輪として国民に対し安定的に食料を供給する役割を担うとともに成熟した今日の消費生活において消費者ニーズに応じた多様な食を提供することによって国民の豊かな生活の実現に貢献している。また国内で生産される農水産物等の3分の2が 食品産業向けであり、食品産業は国産農林水産物の最大の需要者として農林水産業を支えている。このため、基本計画においては国民への食料の安定供給や国産農産物の最大の需要先として重要な役割を果たしている食品産業が持続的に発展し、国内外の原料の調達リスクの高まりや人口減少、 高齢化等による国内市場の構造変化等の課題に対応することを通じて、引き続きその重要な役割を果たしていくことが求められているとされている。食品製造業は農林水産物を加工して、多種多様な食料品を製造し、消費者に安定供給するとともに、地域の農林水産業にとって大きな需要先となるなどの役割を果たしている。また、 特に農業が盛んな北海道、鹿児島県、沖縄県では製造品出荷額の3から4割、雇用の面では全製造業の従業者の4から5割を占めるなど、地域経済の安定に重要な役割を果たしている。ありがとうございます。